こんにちは。こんにちは。パパとえんちゃんです。いつも動画見てくださってありがとう。ありがとうございます。今回はなんと皆さんのおかげでこのチャンネルの登録者数が10万人を超えました。ありがとうございます。みちゃん、10万人ってわかる？それはね、ほら見てごらん、これゼロが何個ある？2、3、4、5。そう、ゼロが5個ついて10万。10万は1が1個にゼロが5個で、そのいっぱいの人がね見てくれてるんだって。本当？皆さんの本当ねおかげでね、こんなにもたくさんの方に見ていただけるようになってすごく嬉しく思います。ありがとうございます。みんなありがとうね。今回はね、10万人記念ということで皆さんのね質問にお答えしたいと思います。質問コーナーみたいなやつよね。でみんなからね、いろいろなんかこれは何ですかとか、あれは何ですかみたいな質問をいただいてたので、まあちょっといくつかね答えさせていただければなと思います。えみちゃんに対する質問はもちろんね、えみちゃんに答えてもらおうと思うので、皆さん楽しみにしててください。いつも皆さん本当にありがとうございます。外でもいろいろお声掛けしていただくことも多々ありまして、本当にありがとうございます。そのたんびにちょっとまあ恥ずかしいですけど、嬉しく思ってます。もちろんえみちゃんもね見てますよって声かけていただいて、すごいえみちゃんもまあちょっと恥ずかしい時もあるけど、みんな声かけてね。まあ、えみちゃんもね喜んでね反応してます。なんでね、皆さんもし外で見かけたらぜひ声かけていただければ嬉しいので、よろしくお願いします。はーい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。まあ、じゃあまあ最初はねこういう質問から。10万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。パパさんの好きな曲やよく聞くアーティストは誰ですか？えみちゃん好きなテレビ番組はありますかって。そうね、えみちゃんの好きなテレビは何かある？ディズニー。あ、ディズニー。あ、そうね、ディズニー最近見てるもんね。プリンセスが好きだもんね、えみちゃん。そうそう、えみちゃんプリンセスが好きで、ね、プリンセスのよく見てます、最近はね。あ、で次はパパの好きな曲。パパは何の曲選んで、名前。パパの最近聞くのは何だろう。パパはねマネスキンとか最近よく聞きます。マネスキン。まあ、であとは、まあ、ちょっと昔のバンドになるんですけど、リンキンパークとかすごい好きでした。みんな知ってるかな、そういうの。まあね、そういうのがパパ好きです。じゃあ次、はい、10万人おめでとうございます。はい、ありがとうございます。かわいいえみちゃんとパパにいつも癒されてます。オフ会する予定はありますか？オフ会か、オフ会なんかね、そういうのも機会があればぜひやってみたいと思うんですけど、なんか場所とかやっぱりちょっと準備とかそういうのでなかなかねちょっと難しいところはあるんですけど、まあいつかはやってみたいなってもちろん思ってます。でまあなんかえみちゃんとねいろんなとこ行ったりして、なんかイベントとか交流みたいなのを皆さんとできればなんかすごい楽しいんじゃないかななんていうのもちょっとね考えてます。まあね、そういうのもねいつかはやってみたいなっていうのを思ってます。質問ありがとうございます。あ、次の質問。おー、なるほど。おめでとうございます。ありがとうございます。いつも動画楽しみにしてます。えみちゃんが大泣きした時どんな風に対応してますかって。あー、泣いた時か。まあえみちゃんがねそんな大泣きした時ってやっぱりなんかすごい嫌なことがあったりとか、なんかね自分でモヤモヤしてる時やっぱり多いと思うので、まあ一旦ねそんな泣いてる時は落ち着くまで待ちます。泣いてる時にこうね、どうしたのどうしたのって聞いてもやっぱりうまく整理できないし、自分の中のこのモヤっとした気持ちを素直にパッと言えないので、やっぱり一回ねえみちゃんが落ち着いて待って、そこからねえみちゃんが落ち着いたら、何があったのとか、どこがどうだったのっていうのをちょっと聞くようにしてます。そしたら案外ね素直にね、これが嫌だったあれが嫌だったっていうのを落ち着いたタイミングだとえみちゃんもねパッと言えるので、いろんなね子供の性格によってやっぱりその対応とかは変わってくると思うんですけど、まあえみちゃんに対してはねそういう風に接するようにしてます。その方がねいいんじゃないかなって僕は思ってます。どう、パパの対応いいですか？マジかな。まあいいみたいなんで。よかったです。まあこんな風に僕は対応してます。じゃあちょっとね次の質問
ってみましょう。あ、次見て、次はね、パパの MBTI は何ですかって。これ前やったことがあって、ちょっと待ってくださいね、見ますね。はい、パパは ENFJ っていうタイプでした。あ、これ、うん、パパこれね。なあ、でもなんか友人や愛する人が最高の人間になるよう導くことにとてつもなく大きな喜びとやりがいを感じますって書いてある。へえ。で、あと正しいことを主張するタイプ。自分の価値観について主張する傾向があります。何かが不公平であったり間違ってたりすると思った場合はそれについてはっきりと話すでしょう。でも洞察力が高く好きでもあるので他の人に共感してもらえるように。そうなんだ、すごいな。あの、結構これ、あの、性格診断で結構最近流行ってるやつで、まあ、パパはね ENFJ っていうタイプです。いろいろ調べてみると面白いかもしれませんよ。パパはこういうタイプだそうです。テストの結果から。パパは学生時代何かやってました？運動は。って部活とかは基本やってないです。部活動には入ってないです。僕帰宅部でした。ただまあ自分でダンスを学んで練習とかはよくしてました。ん？どうしたの？高校ぐらいからあのブレイクダンスをねずっと大学6、7年ぐらいはあのやってましたね。あ、そうだそうだ、動画があるんで、この辺にパパの結構前じゃない、これも大学生の時じゃないかな。なんかこういうここに出すんで、まあこんなやってましたよみたいな、あのハキハキ、あのこんな感じでね、結構まあね、ダンスの練習、まあ毎日プラスの土日は12時間とかなんかそういう感じで、なんかめちゃくちゃハマってやってましたね。なんかもう疲れ知らず、まあ、体力が無限にあったのかで、ね、ダンスをずっとやってましたね、うん、昔は。部活はやってないけど、なんかね、そういう、そういうのはやってまして、あとプレゼント、ありがとうございます。みんなありがとう。一応あのプレゼントは事務所宛に送っていただいて、ここからね僕たちに届くようになってるんですけど、まあちょっとね時間がちょっとかかっちゃうんで、ちょっとタイムラグがあるんですけど、ちゃんと皆さんのプレゼントちゃんといただけてます。すごいいろんな、たくさん皆さんからいただいてるの、すごい嬉しいです。で、食べ物がちょっと事務所の方で受け取って、それだけはちょっと僕たちの手元には届かないようになっているので申し訳ないです。食べ物とかはちょっとね僕たち受け取れないので、まあ、そこだけすいません、ちょっとご理解いただければ嬉しいです。それ以外のねヘアピンとかお洋服さんいただけてるのはあのちゃんと僕ら受け取って、えみちゃんも喜んで使ってますので、なので安心してください、ちゃんといただけてます。じゃあえみちゃん、これえみちゃんは答えれるんじゃない？今ワンちゃんたちは何匹いますか？お家に6匹。そうです、6匹います。あと1人はギーちゃん7匹。本当はね去年まで7匹だったんですけど、1匹ね、ちょっとエミちゃんのいる時に1匹ワンちゃんがね天国にお世話に行ったもんね。なんで？あの、ずっとね長生きしてたからちょっとね休憩したいんだって。だから今お空の上でねエミちゃんをずっと見てるよ。ちゃんとねギーちゃんは見てるからね。で、あ、エミちゃんの大好物は何ですか？エミちゃんの一番好きなご飯は？わかった。オムライス。オムライスだそうです。最近はオムライス。エミちゃん、納豆もまだ好きだもんね。パパが納豆食べてるっていう、納豆ちょうだい、納豆ちょうだいって言うもんね。納豆は未だに大好きです。あ、ワンちゃんのお散歩。ですね、まあうちは時々あのお散歩を連れて行ってます。で、あとお出かけ、お出かけとかも連れて行ってます。庭をドッグランにしてるんで、そこすっごい走り回って、もう夜夕方にはもうヘトヘトでっていう感じかな。で、時々お散歩に連れて行くような感じです。もっと弟くんカップル結構ね時々エミちゃんに会いに遊びに来るんで、まあその時遊んでますまあお外でねバーベキューすることもあるし、お家の中で遊んだりとかご飯も一緒に食べに行ったりもしてます。あ、コストコ、はい、コストコ結構行きます。まあ一番の理由はワンちゃんのドッグフードがあそこのが一番良くて、それで定期的に行ってます。もうあそこにしかないんで、コストコにしかないんで、もうそこでねもうなくなりそうになったらあの買いに行くような感じです。毎回購入するもの、そうですね、えみちゃんコストコで一番好きなのは何？お寿司
お寿司です。あれがすっごい好きで、もう行ったら絶対あれ買ってっていうか、キアのピザ、ピザかお寿司を絶対買ってほしいって言うんで、まあそれおすすめです。あ、パパは車が好きなようで、カー用品のお世話ありますか？ ありがとうございます。パパはね、よく洗車とか自分でするんで、まあその時にね、すごい純粋便利です。まあ値段もね、そんなに高くないし、買いやすい値段なんで、純粋機、これめっちゃおすすめです。これパパのおすすめ。エミちゃんの保育園での様子はどんなですかって。まあエミちゃん保育園ではね、結構元気な方で、まあちょっとね、保育園の先生にはちょっとね、ご迷惑をおかけしてるかもしれないんですけど、まあすごい元気で、ね、お友達とも楽しくやってるみたいです。ちょっとテンションが上がると、みちゃんダメだよって言われるようなね、ことがあるけど、まあそれでもね、元気に楽しくやってます。はい、じゃあ次、パパはお酒飲まないんですか？あ、お酒は ほとんど飲まないです。まず家ではほとんど飲みません。まあ嫌いとかじゃないですけど、まあなんか飲まなくていいかなみたいな感じで飲んでないです。あ、ちょっとエミちゃんね、喉乾いたから飲み物飲みに行ってますんで、ちょっと進めます。まあ体型、まあ食べ過ぎないようにとか、時々ね、ジムに行ったり走ったりとかはしてます。まあそんな感じでね、日々やってます。はい、じゃあエミちゃん戻ってきました。で、次はなんだっけ。あ、エミちゃんがまあ中学生とかになってアイドルとかなりたいなって言ったら、反対しますか、応援しますかっていうのです。まあ難しいんですけど、まずはね、お勉強とか学校とか教育みたいなのをまあ優先して、それからね、エミちゃんが多分やりたいとかいうのがあれば、まあそれはそれでね、応援しようと思うし、うん、まあそれはね、エミちゃんの背中を押すような感じでしようかなって思ってます。あ、痛い、痛いんですけど。じゃあ質問じゃなくてお願いなんですが、2人でショーに出るところが見たいです。あ、ありがとうございます。まあ前ね、ちょっとエミちゃんとファッションショーとか出て、まあ機会があればね、なんかやって、また大きくなったエミちゃんと親子でやってみたいなと思います。ねえ、エミちゃんできるかな。エミちゃん覚えてる、お洋服着替えてこうやって歩いたの覚えてないかな。覚えてないかもしれない。まだ2歳くらい、覚えてないかも。そういうのをやってみたいなと思います。なんかね、機会があればぜひやってみたいなって思いますじゃあ皆さん、今回はね、10万人突破記念ということで、皆さんからいただいた質問に、まあ、いくつかね、動画を通してお答えさせていただきました。回答になってたかな、大丈夫かな心配なんですけど、これからもね、パパ、エミちゃん、おばあちゃん、ワンちゃん、みんなをね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしますエミちゃんも言ってくれました、ありがとう、うん、じゃあ皆さんね、今回も動画最後までご覧いただきありがとうございます。はい、ありがとうございますじゃあ皆さんね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあまた見てね、見てて、うん、バイバーイ。